この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは彼が作ってしまったタイトル詐欺動画をご覧ください。よー僕を光らせて君を曇らせた恋に僕らの夢を乗せるのは重に過ぎたかな。君の嫌いになり方を僕は忘れたよ。どこを探しても見当たらないんだよ。あの日どうせならさよならと一緒に教えてよ、欲しかったよ。あの約束の破り方を、他の誰かの愛し方を。だけど本当は知りたくないんだ。ブラインだよ。ライン？何やねん？いっぱい書いてる。しほりみちゃんへ。こんな大事なことは本当は会ってお話したかったけど、LINE でごめんなさい。ママと相談して、パパは今日から別々に暮らすことにしました。2階にパパから渡したいものが物を置いてあります。てください。じゃあ行ってみる？じゃあ2階に。パパ別々に暮らすんだって。さようなら。さようなら。なんだ2階に何があるんだろうね。ライトが置いてある。あ、ライトが置いてあった。じゃあちょっと撮っていこうか。なんでこんなとこ。タオルキットが置いてある。しかもなんか島村が出てる。島村って書いてある。パパとジージでこれねいっぱい作ってたのずっと。だからねしばらくいなかったの。そうそう。だからさよならって来たの。別にさよならじゃなくて。今までさ一緒に寝てたじゃん。でも今日から別々で寝ることになっちゃった。うんいいよ。うんいいよ。じゃあシフもそっち登ってみ。うんいや登ってきな。こっち？こっちどっち？じゃあリミはねこっちなの。リミはねニモがいる方。でシーちゃんこっちね。でさっきタオルケットあったでしょ。だからこの布団にタオルケット引いて、ね、あとライトはさ勉強机に。どう？ねあとちょっとライト買わなきゃね。ちょっとライト忘れちゃった。これに物ってないの？ご飯食べてる。ご飯これで食べないの？あのね、知ってるけどね、うん、あ、これパパかママがね、ここにね、ご飯置いてね、ハイドジュースしてこうやって持ってくる。やだよ、そうだよ。ね、これ収納いっぱいあるよね、うん、ちょっとお部屋紹介してみる。中いっぱいある。お部屋紹介まだ何もないけど、ちゃんとしたらですね。どこ行くの？ちょっと今日ね、夜遅いから
先に寝てっていいよ。だからどこ行くの？うん、うん、ちょっとね。パパが怪しいので後をつけたいと思います。皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。石井吉川です。はい。ということでですね、早速ですが、YouTuber って何だ？僕はですね、声優をやっておりまして、はい。で、まあ、現場でですね、いろいろと、まあ、声を大にして言っていたわけではないんですけれども、ゲームが好きだという話をしていたらですね、じゃあ配信やってみないかということで、ディレクターさんだったりが手伝ってくださってですね、この度チャンネルを開設できることになりました。ありがとうございます。はい、ということで、早速ですが、チャンネル名はですね、石毛翔也の、カラクル TV ということで、このチャンネル名で今後ゲームを配信していけたらと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。